皆さんごきげんよう。今日は突然、超突然ですが、ジモティに関するお話です。で、ジモティの何の話かというと、悪い評価ですね。自分には何の落ち度もないのに突然悪い評価がついてしまったり、相手に悪いをつけたら報復評価をされたりしてしまったという場合の話です。で、ジモティは基本的にそういう場合であっても悪い評価は取り消すことができないっていうスタンスになっているようです。ネットで検索してみても、自分のせいじゃないのに悪い評価消せないって嘆いている方がとても多くいらっしゃいます。で、自分の場合はですね、運良くなのかそれが解決しました。結果を最初に言いますと、悪い評価消えました。さあ、それがどのように進行していったのかを皆さんにお見せしたいと思います。はい、ではですね、残っているメッセージ読んでいきたいと思います。はじめまして、と申します。掲載されている品物についてまだ取引は可能でしょうか？はい、まだ取引可能ですよ。本日でしたら15時頃まで、明日でしたら終日受け渡し可能ですが、ご都合はいかがでしょうか？ご返信ありがとうございます。明日午後3時よろしいですか？これは全部で6キロですか、それとも左右6キロですか？かしこまりました。それでは明日の午後3時にお待ちしております。重さはそれぞれ6キロ、2つで12キロです。まあ、このあたりまでは普通のメッセージのやり取りに見えますよね。そうですよね。で、その次からちょっとなんか怪しさが出てくるんです。わかりました、ありがとうございます、コンマ、ちょっと遠いので点、往復の電車運賃800円かかります、点、電車の中に交換してもいいですか、上井草駅中に。わかります？なんかうーんってなりますよね。まあ、俺それよりも一番気になるところはですね、点が多いところです。はい、なぜかと言いますと、私、点が多い文章を書くやつ大嫌いです。あの、個人的な理由です。全国の点が多い文章を書く皆さん、俺ね、信用してないよ。ということで、この辺でちょっと、この人大丈夫かなと思ったわけです。そしてさらにですよ、改札の中から荷物を受け取りたいということらしいですよね。こういうのはなかなかお会いしたことないですね。怪しさマシマシになりました。さあ、そしてとりあえず予約というかね、予定を取り付けて、明日よろしくお願いします。で、受け渡し予定者にしました相手からもよろしくお願いしますと帰ってきましたと。ここまでは若干の不安はあるけど、まあ文章だけですからね、順調だったと言えます。しかし受け渡し時間のなんと10分前にこんな文章が届きます。すみません、個人的な理由で商品はいらないです、丸、点、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないわって思うよね。絶対思いますよね。だってダンベル各6キロ合計12キロを持って移動してるのに、10分前に取引中止とかってアホじゃないですか。その状況を分かってますよね。なので速攻で悪い評価をつけて、待ち合わせ時間の10分前に、すみません、個人的な理由で商品はいらないです、ありがとうございますというメッセージをいただきました。アホですよね。ダンベルを12キロ運んでいるのを分かっていて、10分前に個人的な理由でキャンセルなんて、最初からいたずら目的だったとしか思えませんという文章を添えて送信しました。そしたらすぐに相手から、この人は無礼だ、失礼ですとね、報復の悪い評価が来てしまったんです。え、何、無礼はこっちのセリフだろうがって、まあなりますよ。だって10分前にダンベル持ってね、移動してるのに急にキャンセルされてしまったんですからね、ほんと失礼なのどっちだよって言いたいですよ。でも内心ではやっぱり、あー、報復評価来ちゃったか、今まで全部いい評価でもらってきたんだけど、ついに悪いのが
ついてしまったなと、少しねやっちまった感があるなと思っていたわけです。なのでダメ元でもいいから、ちょっと運営に話を聞いてもらって、まあ、評価は基本的に消してもらえないという話でしたが、どうにかして挽回できないかなと思って、この状況を説明してお問い合わせをした結果、送られてきたメッセージがこれだ。はい、ユーザーサポートの方からメールいただきました。お世話になっております、ジモティユーザーサポートです。この度はご不快な思いをされる取引となりましたこと、心中お察しいたします。ご辛労の中、トラブルについて状況をご説明いただきありがとうございます。該当のユーザー様につきましては、いただいた内容や今後の利用状況、通報内容などにより、ご利用制限を含めた相応の対応を検討実施してまいります。いいですね、利用制限、あーって出ちゃった。利用制限を含めたところまでちゃんとやってくれそうです。ナイスです。この度お問い合わせいただきました内容を真摯に受け止め、より多くのユーザー様へ安全に快適にご利用いただけるよう、サービスの改善に努めてまいります。なお、該当の評価は妥当性がないものと判断し、削除とさせていただきました。まあ、つまり相手から自分が受けた報復評価を削除にしていただけたというご報告ですね。とても嬉しいです。今後も該当のユーザーとのやり取りにおいて、ご不安に思われることなどございましたら、お問い合わせいただければと存じます。今後もマナー啓発も含め、安心安全なサイト運営を行っていけるよう尽力してまいります。ご不明な点などございましたら、本メールにご返信ください。今後ともジモティをご利用いただければ幸いです。とのことなので、ほぼ勝利ということになります。イエーイ。え、ちょっと待って、ほぼってなんだろうこのメールを読む限りでは、完全にこっちの言い分が通って、悪い評価、報復評価も消してもらえたっていうことだと思うじゃないですか。そうじゃないんですよ、もう一個メールをいただいていますので、それについてもちょっと読んでいきましょう。はい、もう一個いただきましたのが、こちらのジモティ評価機能についてというメールでございます。で、またさっきの文章ですね。今回はジモティの評価機能のご利用に際してお伝えしたい事項があり、ご連絡をいたしました。下記投稿において、お相手ユーザー様よりお送りいただきました評価のメッセージ内にガイドラインに反する内容が含まれておりましたので、削除とさせていただきました。うん、これは問題ない。これは相手の評価、俺が受けた評価が削除されましたっていうところです。問題は下の方を、またジモティのいつものやつで、はい、評価機能を使いました。で、送付された評価メッセージの内容に誹謗中傷と捉えられる内容が記載されておりましたので、当窓口にて削除とさせていただきました。ジモティでは誹謗中傷を行う行為は禁止としておりますので、ご注意ください。ん、また今後同様の行為が見受けられた場合は、ご利用をお断りする可能性がございますので、ご了承くださいませ。いやー、こっちもペナルティ食らってしまったような感じですね。そんな誹謗中傷なんてどこだよって、あー、そうだな、アホですよねのとこですよね、該当するとしたら。ちょっとだけ疑問文にして柔らかくしたと思ったけど、そういうのは通じなかったみたいです。でもまあ、せっかくの機会ですから、じゃあね、どの辺が誹謗中傷に該当してるのとか、ハテナついてるからいいんじゃないのとか、突っ込むためにも、この先に、ちょっとどこが誹謗中傷なのかわかりませんっていうメッセージを送りました。それに関しての返信も返ってきております。それが、はい、こちらでございます。今回、ユーザー様のご利用状況について、
下記のいずれかの利用規約に反する行為が確認されました。ナイトワークやコンパニオンと、アフィリエイトプログラム、やり取りの中での誹謗中傷、出品代行や購入代行、金銭の授受、賃貸借かな、またそれに類する投稿、政治活動とか宗教もしないパチンコスロット、無在庫販売、どれだろうなとか、まあ考える間もなく、はい、これですね。やり取りの中での誹謗中傷や公序良俗に反する発言やメールを行う行為。でもアホですよねぐらい、いいんじゃないの、いいんじゃないのそれぐらいって思うけど、もうちょっと突っ込んで聞いていってみましょうか。はい、該当投稿、該当のメール内容がご不明が、打ち間違ったなこれは俺の打ち間違いだ。まあどれに該当しているのか不明なので詳細を送ってくださいということです。はい、そして帰ってきたのがチュルルンチュルルン、まあ当然のことながら個人への誹謗中傷、批判、迷惑行為は禁止しますのところですよね。ここに該当してしまったので、残念ながらこちらが相手に対して行った悪い評価も消されてしまったということです。打足でしたね、アホですよねまでつけるのはね。そういう風にちょっと閣下せずに冷静に対応できていたら、相手の評価だけが削除されて、こっちからのやつはそのまま悪い評価が残っていたんだと思います。でももうちょっと踏み込んでいきたいというところで、念のためにどの部分がカッコ2に抵触したのかも教えていただけますか。気になりますよねはい、気になります、わかってるけど気になります。でまた戻ってきたものが、お世話になっておりますジモティユーザーサポートです、お問い合わせいただきましたところ大変恐縮ではございますが、誹謗中傷に該当する基準につきましてはお答えできかねますが、やり取りの内容や評価欄にて誹謗中傷の内容を個人に対して発する行為を一律でご遠慮いただいております。問題はね、ここのお伝えできかねますがっていうところですよね。一応誹謗中傷するなっていうガイドラインはあるけど、内容を明確にユーザーに対して示すっていうことはしません。ジモティのユーザーサポートがダメだと思ったものがダメですっていうことになっちゃいますよね。ちょっとこの辺ははっきりさせてほしいですね、高額のためにも。で続きを読んでいきましょう。ユーザー様に非のないお取引のトラブルであっても、該当に準ずる発言が見受けられた場合、大変心苦しいですが一律の対応を行っております。ご不満もあるかと存じますが、他のユーザーに対して非難・中傷等の行為はご遠慮いただきますようお願いいたしますとね。でまた最後の行で、これは非難・中傷、誹謗中傷じゃないんですね、非難という言葉が出てきました。となると評価のところのメッセージで、こういうことやったらダメでしょうみたいに書く非難ももしかしたら該当してしまうんじゃないかと思います。これこういうところが引っかかるのが怖くて、明確な基準ないかなと思ってお聞きしたんですが、残念ながらそこまでは答えていただけないようです。まあとりあえずですね、自分の報復評価も消していただけたので、よしとしようというところで落としどころでしょうかね。なので皆さんも、もし報復評価、変な自分のこう納得いかない悪い評価をゲットしてしまった場合には、かすかな希望、一縷の望みがありますので、一度ジモティのユーザーサポートに問い合わせてはいかがでしょうかという動画でございます。皆様最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけましたら幸いです。それでは皆さん、また次回。